ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がマセラティギブリ S、はい、グランスポーツ、こちらをご紹介させていただきます。ギブリ東京店で一度ご紹介させていただいてるんで。あ、そうなんですね、はい、結構前じゃないですか。結構前です。忘れてましたよ、ギブリ初かと思って。あ、初じゃないんですよ、初じゃないです、ね、そしてこのギブリで小島さんと紹介させていただくマセラティコンプリートです。ギブリ、クワトロポルテ、はい、あ、そうですね、レバンテ、マセラティグランツ、はい、専門店です、はい、制覇しました、はい、で、まあ、最後これでご紹介させていただくと、はいはい、東京店で紹介したのも同じグランスポーツですか。ゼニアのやつです。なんか中がちょっとかっこいいやつです。あ、はいはいはい、前期のタイプなんですかね。 そうです。あ、はい、じゃあ今日前期と後期の違いもちょっとお話ししながら、はいはい、ちょっとご説明させていただければと思います。いますはい、でうちのチャンネル結構重要なポイントとしては、はい、今回の車いじってあるかいじってないかで言って、そうですね、はい、今回は、はい、ドノーマルです、はい、フルノーマルってことで、はいはい、純正の状態をちゃんと状態のままですね、はい、出します、はい、まあ、オプションはそこそこっていうか、まあ、グランスポーツなんでベースもそうですし、あとはまあついてるオプションもありますので、まあ、そこもちょっとご説明しながら、よりスポーティーに振ってあるってことですね。そうですね、はい、だから、はい、前にもねレバンテの時も紹介させていただきましたけど、ベースがあってマイナーチェンジを機にグランスポーツ、グランルスト、ノーマルっていうのが3種類増えて、グランルストがラグジュアリー、グランスポーツがスポーツ、スポーツの、そういう流れになりますので、一応今回はグランスポーツなので、まあ、よりスポーツの流れがあるお車にはなりますね。もともと車的にもちょっとスポーティーなんですよね。そう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 、そうですよね、はい、あのよくこう比較に出されるクワトロポルテはちょっとラグジュアリーな方で、そうですね、はい、でギブリはちょっとこうスポーティーな方で、はい、で意外に結構ギブリっておとなしみに見られることが多いですけど、もう全然そういうことないんで。なるほど、はい、でこうセグメントが違うのにこうボディサイズが結構近いんですよね、こうクワトロポルテと。ちょっと全長がちょっと短いぐらいで、幅なんかも1900両方超えてるし、セグメントでいうと、まあ、要は E セグメントと F でしたっけ。そうですね、はい、だからベンツでいうところの E クラスと S クラス、うんうんうん、けどなんかそういうなんかこう比較にあんまりならないんですよ ね、 ななすね、クワトロポルテとギブリ、はいはい、ギブリってなんでしょうね、イメージ的にちっちゃく見えるんですかね。そうっすか。そんなことないですか。まあ、でもクワトロポルテと比べるとちょっと一回りちっちゃいですけど、はいはい、他の E セグメントと比べるとだいぶでっかい、はい、大きいですよね。だから変だしベンツの C クラスとかとなんか同じような大きさに見られることが結構あったり、あ、イメージ的にですか。イメージ的に、はい、あるんですけど、確かにそうかもしれないですね。サイズ的に言えば、まあ、今話したと E クラスとかそっちのサイズ、いや、それを超えてるっす。あ、E クラス超えてる。あ、そうなんですか。でギブリってすごいですね、はい、大きいんですよ。大きいですね。そしてすごくスポーティーな上で、はい、さらに今回グランスポーツということで、はい、ちょっとスポーツテイストが、はい、そうですね、ちょっとイメージがまた ね、 そうですね、変わるかもしれないですね、はい、でちょっと今回は前置きが多分長いんです、はいはい、外観からいくと、はい、もう定番のマセラティ顔 で、ね、はい、一応グランスポーツなんで、まあ、バンパーがちょっとこうスポーツタイプに変わってます。この3分割のこうそうです、ね、グリルのタイプですね、はいはい、でさっきの言うその前期と後期、まあ、前期と後期って言っているのか分からないですけど、まあ、そのモデルの違いによって、まあ、今現行はこうグリルが変わってますね。ちょっと衣装が変更されてますよね。いや、もう結構あれですよ、じゃあ後期仕様にしましょうかっていう時にちょっと、ね、変えられるようなグリルの形ではないのも全部ガラッと変わってますね。ああ、なるほど、はい、あとライト関係も一応この LED のこれは標準になったんですよね。標準になりました。前はオプションあったのかな、うん、オプションとハロゲンと、まあ、なんかキセノンドってあったんですけど、まあ、今回後期この形この年式になってからもこの LED のこう照射範囲を結構こう自由自在にこうやってくれる、はいはい、やってくれる、はい、LED のライトが標準になっていると、はいはい、ですね。で横に行きましょうか、はい、横行きましょうか。横ももう衣装がもう全部こう、はい、統一というかされてるんで、このダクトが、はい、まあ、三連のお決まりのついさとか、ね、はい、ホイールの衣装もみんなこうなんていうんですか、共通じゃないですか、まあ、オプションでいろんなホイールあったりしますけど、はい、このトライデントのそうですね、はい、定番の、でもこれも一応オプションのホイールですね。あれ、オプションのホイールかな。何種類かありますよね。ありますね、あります、はい、21インチ、はい、フロントが24535-21、はい、これは装着されてございます。キャリパーも、まあ、新車時は色を選べたりしますので。あ、そうなんですか。選べます。なるほど、はい、今回赤いキャリパーになっていると、はい、そして今回のグレードグランドスポーツのエンブレムがついてて、はいはい、そして横の特徴でいくとやっぱりこう他のモデルでも共通ですけど、このプレスライン、はい、この2本のプレスラインがちょっと象徴的というか、はい、
横から見ても大きく見えないですね。まあ、ちょっとこの辺がコンパクトに見えますよね。そうか、なんかちょっと今日イメージ変わりましたね。本当ですか。僕はその、レビューのやつを信じて、うんうん、はい、海外のレビューのやつを信じて今喋ってるんですけど、はいはい、いやいや全然、いやでもそれ合ってると思いますよ。で、車の作り的にはちょっと この辺をちょっとコンパクトで、うん、ちょっとロングノーズショートデッキじゃないですけど、はい、なんかクーペにもうつながるぐらいの、はい、なんかちょっとその ボディラインというか、はいはい、形に振ってるみたいですよね、はい、だからよりこうスポーティーさがそこでも強調されてるっていう、うん、はい、カメラ、あ、ね、そうなんですよね。一応サランドビューだったりもしっかりフロントサイドはこのミラーの、うん、サランドビューも標準になったんですかね。そういうちょっとこう何ですか、運転支援系が結構充実してるんですね、うん、今回、はいはい、でブラインドなんかもしっかりついてて、はい、ブラインドなんかも全部標準になってるんですよね。標準になってます、はいはい、そしてもうこの辺の衣装も全部共通で、そしてリアも21インチ2853021が装着されてございます、はい、で後ろに行くと後ろもテールライト関係がちょっと変わってますね、はいはい、あとここのこういうバンパー形状も変わってますので、この辺なんかもちょっとリフレッシュされてると、はいはい、されてます、はい、で今回のグレード S レモンブレムもしっかりついてると、はいはいはい、あ、そうですね、グレードがね、さっきグランスポーツグランルーソと話してましたけど S だったり GTS だったりってねありますからね、はい、パッケージオプションというかなんていうかこう、そうですね、グランルストと、はい、グレードと、うん、あの、はい、グレードとパッケージオプションという形、はいね、はい、いろいろあるから分かんないです ね、はい、ですね。じゃあ続いてトランクをちょっと見てみたいと思います、はい、足で開けるのがついて横か前かどっちでしょうか。いやいやいや、真後ろじゃないですか。あ、ついてますよね、はい、よかった。いや微妙にこうついてるついてない、横だったり後ろだったりじゃないですか、ね、はい、イギリス車が横なんちゃう、横ですね、はい、ですよね。で最近なんかなついてないのがあるんですよね、うん、なんだっけ、 E クラスかなんか、はいはい、新しくなってなくなったって、あ、なくなったって、で、まあ、ですよね。いるかいらないかって、いや僕もあんまりいらないなと思ってたんですけど、はい、結構ネットじゃなんでなくしてんだよみたいな、あ、そう、いるでしょみたいな、あ、はい、まあ、今回の車は使ってる人はね、やっぱりう、あ、そうです、ね、こういう荷物持ってそうですね、ついてると、あ、閉まんない、あれ閉まんないですか、あ、閉まんない、閉まんない、びっくりした、ゆっくりですね、はい、ゆっくりです、何もついてると、はいはい、そして僕ちょっと1個言いたいのは、はい、あのレバンテはこっちだったのに、うん、はい、ギブリはこっちっていう、ここで統一していただきたいっていう、はい、まあ、ゲートとトランクで違いますけど、次行きましょうか。まあ高くなっちゃうっていうのもありますけどね。そうそう、高くなっちゃうからじゃないですか、はい、まあ、しっかり普通の国産ドイツだと。逆にそのこっちの方が良くないですか。そうっすか、そのレバンテに関しては。あ、ちょっと脱線しそうですね、はいはい、トランク僕的にはもうここで統一してほしいんですよ。もうここにこう何台もこうやってるところ、そしていつも通り、はいはい、ゴルフバッグ行ってみましょうか。ます、でトランクスルーにはなりません、はい、が、ああ、いけちゃいそうですね、ありますね、はい、結構この辺も横もちょっとギリギリまでえぐってありますし、はい、ここも下げられますので、はい、まずまずの容量じゃないでしょうか、うん、こんな感じですか。そして下も若干収納がでしょ、まあ、収納っていうほどじゃないですね。いや収納ないですね、はい、ちょっとここがへこんでるのと、うん、はい、まあ、少しこの辺かっていう感じでしょうか。そうですね、純正のボルトナットね、はい、結構なくしちゃったりする人いるんですよね、はい、この感じになってます。いいですか、はい、はい、じゃあ続いて、そうですね、中を見ていきたいと思います。内装です。今回内装の方がオプションが多いです、はい、なるほど、まあ、もともとベースからして結構もう装備ができている車なんで、あの一応確かにソフトクルーズクローズか、クローズ、ソフトクローズも前後ろ、はい、標準でついてます。これ開けるのはついてないんですね、後ろ。これは多分、ね、オプションだと思いますね。なるほど、はい、今回の車はついてない、はいはい、中行きましょうか。中これまたスポーティーですね。スポーティーですね、はい、で中も一応フルレザーインテリアっていうオプションが入っているのと、こちら横のこのハーマンカードン、ハーマンカードンがオプションになります、はい、しっかりついてると、はいはい、で一応カーボンパッケージってその内装のインテリア、インテリアですか、そのパネル類が、パネル類もカーボン、これオプションになります ね、 はい、とはいい感じですね。上と真ん中に設置が入って、うん、おしゃれじゃないですか、黒と赤 で、 しかもこのここも貼ってあるんですか、うん、
ここも貼ってありますね、うん、質感いい、質感いいですよ、いいですね、うん、そしてシートはちょっとゆったりめの、うん、はい、だ結構そのさっきも話したサイズ感的にギブリってちょっとその小さいから高級感とかそういうのがないのかなって感じに見えますけど、こういう細かいところ見るとちょっとレザーが対応されてて、うんうん、はい、高級感が S クラスに匹敵する内容じゃないかなと思います。でグランルーストとグランスポーツでシートもちょっと違うんですよね。ちょっと違います、はい、ちょっとラージグジュアリーシ、まあ、シートと今回みたいなこのちょっとスポーティーなシートと、はい、ただスポーティーって言ってもそんなにちょっとタイトさはなさそうな、うん、はいはい、ぜひちょっと、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。あ、やっぱりスポーツなシートといえどそんなにタイトじゃないです、はい、特に横のこのサポートなんかはかなり低いんで、足をえぶつかっちゃった、かなり低いんで、はい、嘘ですよね、毎回 A があるんだけど、はい、でシートはこんな感じで、はい、サイドサポートっていうかこの横の張り出しがかなり低いんで、はい、足元だいぶ楽ちんですね、はい、そして調整はもう定番の感じです。リクライニングとハイトアジャストと、あれこのライトって出てます、はい、ここそっち側うっすらです。あ、うっすらですか、はい、マセラティロゴがカーテシーで照らされております、はい、そして運転席からの視界はこんな感じです。ハンドルやっぱりマセラティ全般ちょっと大きく感じます、うん、僕は。でちょっとこのレザーのこの何ですか、区切り方もちょっと国産車とかドイツ車とちょっと違いますよね、はい、やっぱり、うんうん、ここが外側がパンチングで内側が普通のレーザーで、はい、そこもオプションでねカーボンにまた変えたらイメージ変わりますけど、ね、なるほど、はい、よりスポーティーになったりしますけど。そしてグランスポーツだとこのパドルがついてるんですよね、うん、はい、はい、大きいこの質感のいいパドルが、そしてこれがハンドルについてこないという、はいはい、これマセラティ、フェラーリ、はい、その辺がみんなこうなってますよね、はい、そしてこの辺、はい、操作環境とACC、うん、ドライブアシストは標準でついてます、はい、そしてこの裏にはナビというかオーディオの操作ボタンがついてて、はいはい、でこの辺の衣装はメーターはあんまり変わらずですよね。変わらずですね。ダッシュボードがちょっと変わってんですかね、はい、内装が、いや質感いいですね、でもレザー質感いいですよね、はい、で時計がついてて、はい、ナビで、でナビがちょっとオンにしましょうか、はい、あ、この辺は一緒っぽいですね。一緒ですね、はい、電気工機、はい、そしてシートヒーターが、はい、ついてます、出てくると。でこの辺も変わらずです、はいはい、そして下はエアコンの操作関係と、うん、ここ開けてもらうと SD か、あ、そこに SD と USB があるんですね、はいはい、そうですね。だから DVD はございません。なるほど、はい、まあ後付けでつけようと思えばボンドグループそういったこともそうですね、できると思いますので、はい、お気軽にご相談くださいませ、はい、そしてちょっとカーボン目の大きめのパネルがしっかりついてて、これレバンテと開き方違いますね。開き方違いますね、はい、これは普通に開く感じですね、はい、ドリンクホルダーとあれですね、はい、詳しいですね。いやいやいや、立て続けにこうマセラティ紹介な、紹介なんで、でこの辺と小物入れと、はい、そしてシフトは変わらずの、でもちょっとこの辺の衣装違いますよ。いやいやいや、ここがポイントなんですよ。あ、見分け方、違う、シフトは変わったんですよ。違う、だからグランルッソになっても、はい、あの要は前のそのちょっとバックに入らない、はい、分かりづらいシフトが、はい、グランルッソになってもあったんですけど、はい、そのさらに後期っていう形にしちゃう、はい、今回しちゃいますけど、後期になってさらにもう一回進化したのがこのシフト。ちょっと形こそ似てますけど、はいはい、違いますね、操作感、はい、僕たちもその、はい、年式とかグレード見るのにはそのシフトで一番見分けはつけます。そうなんですね、はい、いやなんか この形がちょっとあんまり変わってないなと思ったんですけど、はい、だから、ごめんなさい、はい、つけるとここにパーキングがつきます、はい、だから今までパーキングって、はい、一番押してパーキングだったじゃないですか、はい、奥だったそう、はい、今はもうパーキング、じゃあもう仕組みが変わってるんですね。変わってます。だからバック入れようが迷っちゃうことがなくなりました。なるほど、はい、これすごい進化ですね、はいはい、いやいや僕てっきりZF のハスゴートマだからその辺変わんないんかと思ったら、はいはい、この辺のじゃあメカニカルな部分はもうだいぶ新しくなってますね、はい、いやこれ使いやすそう、うん、そこの違いですね。なるほど、さっき何回も言っちゃいますけどグランスポーツって名前が変わっても前のシフトの車もまだあるんです。ああそうなんですね、うん、
じゃあ切り替えのタイミングがそこじゃないんですか。そこじゃないんです。なるほど、はい、そしてこの辺モード切り替えのボタンとサイドブレーキと、はい、そしてこの辺は変わらずです、はい、ちょっと深めの収納と、はいはい、シガーがついてこんな感じでございます。であとオプションの上サンルーフですね、はい、サンルーフがこれオプションになってます。シェードは手動ですね、はい、なるほど、しっかりついてると、はい、そしてこの辺はアルカンじゃないんですよね。ちょっとこの毛足のちょっと短いファブリックが、はいはいはい、でも質感いいですよ、いいですよ、全然いいですよ、はいはい、安っぽい感じは全然ないです、はい、こんな感じの内装になってます。そしてちょっとイタリア車いつも僕気になるところ、はい、ペダル関係、はいはい、フットレストはかなり大きめでいいですねやっぱり、はい、そしてペダルオフセットは若干ちょっとこう真ん中よりこう、うん、こうなってるかなっていう気がします、うん、こっちに、うん、はい、寄ってるかなっていう気がします。アクセルは寄ってる感じ、はい、両方とも、うん、はい、します。特にブレーキがちょっと左寄りな気がしないでもないです、うん、ただその辺は別に、はい、慣れの問題じゃないでしょうか、はい、でも普通に今座ってますから左ハンドルですからね。どういうことですか。いや右ハンドルと左ハンドルで、あー、そうですね、あれもあるんで、はい、まあ、今回の左ハンドルの車はこんな感じのレイアウトで、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。このちょっとこのサッシュレスがまたいいですよね。ああですね、はい、ちょっと後ろも乗ってみたいと思います、はい、後ろあれだ、あれかな、後ろはすいません、あのクアトロポルテの方が、はい、そうですねそんなに後ろでも、はい、その何でしょうね、これでも前さっきより後ろに来てますよね。いや電源オフにしたんでこう後ろ下がってきちゃうんですけど、はい、でこっちの、まあまあ、助手席の方が参考にしやすいですかね、はい、まあ、乗れなくはないですけど、うん、ちょっとこう天井も低いじゃないですか。え、なんでそれを言うんだお前っていう顔しないでください。天井低くないですよ。いやいや全部正直にお伝えしますよ僕は、はい、いやそれ個人差ありますから、ね、いや僕の座高がちょっと行き過ぎてるっていうのもありますけど、うん、だって僕ちょっと髪の毛も天井ついちゃいますもん。身長175センチ。でこれサンルーフがあるなしで結構ここは違うんですか。いやそんなことないと思いますよ。メカが入ってるからとかって前聞いた気がするんですけど、あそれはあるかもしれないですけど、はい、ここがこうかなり出っ張ってるんで、はい、上ちょっとこう張り出してる感が、はい、だから170超える人はちょっと狭いかもしれない。そうですね。で170前後私ぐらいの背だともう全然十分です。僕だとちょっと髪の毛がもうついちゃいます、はい、なので、はい、この辺はもうだからもう本当にそうですよね。だからスポーティーなのがいい人はギブリだし、うん、もっとラグジュアリーで後ろも快適にしたいっていう人はクアトロポルテ、うんうんうん、はい、選んでもらうのがいいんじゃないかなっていう、はい、だからよりこうなんか本当にクーペに近いというか、うん、はい、他のメーカーでいうとこの何ですかフォードはクーペみたいなそんな感じじゃないですか後ろの居住性に関しては。あ、まあそうですね、はい、そうですね、なんで、まあ、決して超快適とは言わないですけど、うん、まあ、大人が普通に乗れるスペースはございます、うん、そしてこの辺シートヒーターとエアコンの吹き出し操作はできないんですね。操作はできないです、はい、一応ついてると、はい、で充電系なんかはないと。充電系ないですね、はい、だからその後ろに関してはちょっとまあ最低限ですね。そうですね、ちょっとタイトさはありますけど、はい、まあ車の方向性で言ったらこれで正解の気がします、うん、はい、本当にスポーツっていう感じ。 これなんですよね。これわかりますこれ。東京店の時もちょっと紹介してるんですけど、ちょっとこの天井の低さこれと、うん、あと これなんですよこれわかります、うんうん、はい、もうすごく寝てるじゃないですか、はいはいはい、このピラーが、はい、だから これがちょっとこういう、はい、だからもうセダンに乗り降りするより、うん、なんかちょっと本当にフォードはクーペの乗り降りに近いような、うんうん、だってガラスこんな寝てるんですよ、うん、はい、かっこよさですよ。そうですね、はいはい、失礼しました。今ちょっと紹介してて謎ポイント、はい、謎ポイントは、はい、これ後ろはこれ合わせガラスじゃないんですね。合わせガラス、はい、でフロントはこれ前はしっかり合わせガラスっていう、はい、これなんで後ろを合わせにしなかったんですかね。そこで、ね、謎ですよね、今話してたんですけど謎ですよね。そうですよね。強度の問題なのかな。いやそうなんですか、防弾いやそれも車が方向が違うじゃないですか違うね、はい、けど後ろなんか普通の車よりガラス自体は分厚いですよね。分厚いんでどうなんですかね。なんかちょっと謎なポイントですけど、うん、なんか理由詳しい方いたらぜひ、はい、ぜひ教えていただきたい、ね、こんなところ利用者、はい、利用っていうか質問しちゃいけませんけどはい、はい、じゃあ続いてエンジンルームの紹介ということで、はい、この辺は
前回ご紹介させていただいたもう、ね、レバンテとかね、かなり近い、ね、はい、クワトロとかもね同じですよね。 V6 3リッター、はい、フェラーリと共同開発でしたっけ、はい、こんな感じのなんかレイアウトもなんかほとんど一緒ですよね、うん、まあ、当たり前ですけど、そうですね、インテークのこの向きだったりとか、なんかちょっと、まあ、見慣れてしまうとちょっとそのね見慣れてしまうと、まあ、こんな感じかなっていう。え、そうっすか。え、こんな感じかなって感じじゃないの。僕毎回見ても結構かっこいいなと思って。そうですか。カバーのでもこれ V6 いらないっすよね。でね、ちょっとなんかね、なんか赤、いやもう赤かっこいい。いやもうこれなしでいい気がするんですけど、V6 をこう言わなくても別に。うん、でもやっぱり、まあ、前回もそのレバンテなしでここのね。はい、そうなんです、ヘッドカバーかっこいいから、ヘッドカバーかっこいいからもうちょっとやっぱり、はい、カバーいらない気がしますけど、そもそも、うん、そして電制御の足回りもしっかりついているということで、はい、スカイフックサスペンションは標準で入ってます、はいはい、まあ、そこも後で試乗でちょっと乗り心地とか、ね、ね、体感していただければと思います、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカーを見てみたいと思います。お願いします。オートなんで変わらないです。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。行きましょう。はい、じゃあ試乗へ。後期ギブリ初めてですか。初めてです、はい、てか小島さん、これびっくりしたのが、はい、ハンドルが軽くなってる気がします。あ、軽くなってますよ。軽くなってますね。軽くなってます、はい、もうすぐ気がついてます、はい、前期が、はい、いわゆる前期が油圧のパワーステだったのが、はい、今回電動パワーステだったんですよね、はい、まあ、それでレーンチェンジのアシストとか、はいはいはい、レーンチェンジアシストでしたっけ、はい、そうですね、まあ、サポートとかも、はい、結構、はい、他のメーカーに比べるとグイグイきますね。はい、結構メーカーによって違うんですよね。違います、違います、はい、全然こう端の方も走らせてくれないこのままあれば、はい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 、危ない時だけシュッてやるんです、はいはい、この間 BM じゃないや、何でしたっけ、 BM か850強烈だったんですけど、ね、はいはい、もうひたすら真ん中を走らせる、はいはい、ワーゲンなんかちょっとこうそれた時だけグイってやったり、うん、じゃあ一応今、はい、足回りはスポーツにしますか。はい、スポーツですね。スポーツと、はい、とスポーツ。こんなにでかくなります、うん。先にノーマルで乗りますか。いや、今スポーツでいいですか。スポーツから行きます、はい。スポーツから。で、アシスタ関係もこういった形で。めちゃめちゃ響いてますね。はい、車内に。内装の色はまあ黒ですけど、赤ステッチがあるので。スポーツ感は非常にあると思います。わあ、でもそんなにもっとスポーティーかと思ったんですけど、うん、そんなにですね適度なスポーツ感、はい、もっと乗り味も硬くなって、はい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 、あ、まあでもちょっと突き上げは普通のより、うん、でもさっきなんでそのなんかギブリがちっちゃいかって僕思っていろいろ考えてたんですけど、はい、ただお客様と話したりしたら、はい、奥さん乗るからギブリにしようかなって人ってお話を結構、え、そういう方いらっしゃるんですか。いやいや結構いらっしゃいますよ。へ、うん、奥さんも家族に乗るからギブリ、クワトロよりグイブリの方がいいかなみたいな感じのイメージがあるんで、まあまあまあ、クワトロポルテと比べればっすよね、はいはいはい、だからなので、はい、なんかそのC クラスだったりそういうイメージでちょっといちゃったのかもしれないですよね、うん、E セグメントの中でもかなり大きいですからね。そうですね、うん、なるほど。1900っていうところはちょっと肝ですよね、うん、確かに。まあ立中ね1855問題ですから、うん、そうですよね、はい、ただその分は、はい、全然価値あると思います、うん、
ドリングの時は結構音響いてますけど、実際走ってみるとそんなに響いてないですよね。そうっすね、うん、走るとそんなに気にならないです、うん、むしろこのアイドリングの時の音の方が、うん、この前というか前、はい、ツッチーとちょっとその中古車っていうかお買い得シリーズで新車の半額になってる車をちょっと特集してみようかみたいな話をしたと思うんですけど、はいはい、今企画中ですよね。企画中ですけど、はい、このギブリも実際でもすごいお買い得なんですよ、はい、さっき聞いてびっくりしましたもん、うん、新車で1380、まあ、後半ぐらいのものをオプションつけたら1400じゃないですか、はいはい、まあ、込みで言ったら、まあ、込みじゃなくていいですよ。1400、まあ、50だったりするじゃないですか、はい、で今店頭が900後半ぐらい出してるので、で1年落ちの距離が6000キロですよね。それってすごくないですか。半額シリーズもインパクトありますけど、ギブリもインパクトないですか。これちょっと新車で買われる方には申し訳ないですけど、うん、中古のお買い得感すごいですね。そうそうなんです。だからそのなんて言ったんですかね、これも非常に偉い目な、言っていいか悪いですけど、確かにちょっと新車マセラティ弱い部分があるんですよね。あ、車はいいんですけど、やっぱりその市場の評価的なものですか。どうなんですかね、やっぱり1500でこのギブリをお求めになる方っていうのがちょっと少ないのかもしれないですね、はい、でもなんか本国とか他の国よりも値段的には安く設定されてるんですよね、うん、それが結構功を奏してというか、うん、販売台数的には割とその目標にはかなりいってるんですよね、うん、という部分もありますけど、でもやっぱり新車も正直値引きしますし、はい、だそういった部分で、まあ、新車値引きしちゃうとやっぱり中古車の値崩れの、ね、ところにもどうしても反映してきちゃう部分もありますから、そんなに バカバカ値引きしちゃうとあれですけど、え、これ3年経つ前にそんなに下がるんですか。そうです、すげえお買い得ですよね。お買い得です。でやっぱりその輸入車全般的にやっぱり1000万以下から500万ってちょっとやっぱり緩やかになってくるじゃないですか、はい、ですよね、はい、最初グッて下がりますよね。そうですね、だからそういうの考えると、まあね、新車どうって言われちゃうと、まあ、この車に限らずね、いや、その車ちょっと新車で買うのはっていうシリーズかもしれないですね、はい、ああなるほど、じゃあもう一周言ってください。半額シリーズ&新車で買うのは買うのはシリーズみたいなね、普通の車ってまず3年がこうガッと下がるじゃないですか。でも、はい、でも一般的に言ったらナンバーつけた時点で1回ドン下がるじゃないですか。で3年で車検が切れて保証が切れて、でそこでまた下がるじゃないですか。目安もありますよね、うん、そうなんですね、うん、でも今3年過ぎたからって、はい、もう車ってそんなに壊れなくなってるじゃないですか。そうですね、うん、もう圧倒的に昔のその輸入車ともうクオリティというか、うん、全然違いますね、はいはい、確かにね、なんていうかね、やっぱりマセラティって、まあ、僕たちもね、乗ったりしてて、まあ、先ほど紹介コンプリートなんて言ってたんですけど、はい、まあ、ちょっと身近に感じられてることができる車なんで、あれですけど、一般の方からすると、ちょっともしかしたらマセラティって、ああ、ちょっととっつきにくいというか、うん、大丈夫かな、これ、うん、あると思いますけど、実際に乗ってみてどうですか。いやもう全然普通です。普通って言うと弊害ありますけど、うんうん、なんか癖がない。2周目なんでノーマルでちょっとなりました。オフになりました。スポーツじゃなくて。これ普通ですか。普通です。ああ。逆パターンの方が分かりますね、これ。だいぶソフトになりました。ソフトになりました。はい、ああ、だいぶソフトですよ。うん、これだと、なんていうんですか、さっき言った奥様も乗っても全然。確かに、でも俺ちょっとシャーバー1900ありますけど、うん、なんか取り回しは全然。でも今の車って、はい、輸入車そうですけど、1900？ サラウンドね。カメラもついてるし。うん。わー。音もノーマルにしました、ね。全然違いますね。うん、これは本当にでも女性の方でも、うん、まあ、全然使いやすいと思います、うん、でこれ駐車場だけですね。駐車場だけですね、はい、だからさっきも言った輸入車1900あるのはもう当たり前じゃないですか今、はい、で僕いつも思うんですけど、何が一番大事
かって考えた時に、うん、安全性じゃないですか、やっぱり。ああ、確かに。やっぱり大きくらい見たわけじゃないですか、やっぱりその、なんていうんですかね、まあ、ドアなんかも分厚かったじゃないですか。うん、まあ、ね、そういったところで見ると、非常に。僕もミーのメカだったんであれですけど、うん、ミーなんかもう年々大きくなってって、うんうん、ついには3ナンバーですからね。はいはい。それちょっと市場的にはどうなのって言われますけど、やっぱり安全性とか装備の充実とかするともう自然な流れです。流れなんですね。日本の駐車環境って変わらずですからね。車はどんどん進化してですよ、ね、そう未だにその立柱とか問題ありますけど、ね、まあ、その狭い国ならではのそうですね、あれかもしれないですよね。ビブリ僕いいと思うんですよね、すごい。いや、いい車ですよ。うん、かっこいいし。うん。だから細かいことは気にしちゃダメですね。いや、そう。だからやっぱり、毎回言いますけど、イタリアを感じていただくと。そうですね。はい。うん、味を楽しむ感じ。はいはい。今ちょうどボディで、フェラーリ新車をちょっと改造する動画を今撮り続けてるんですけど、はい、まあ、フェラーリも同じイタリアじゃないですか。うん、車のその何ていうんですか、部品の品質的にはやっぱりこう「うん?」っていう、うん、はい、こうチリがとか、はいはいはい、はい、これここ、うん、これついてないのみたいな、うん、でもそういう車じゃないじゃないですか、うん、何千万円も出してこれここここなってないのみたいな、うん、いう人たまにいますけど、うん、ちょっとそれなんかもう考え方がもうそもそもちょっと違うなみたいな、うんうん、まあね、求めるところがねちょっと違うかもしれないですね。でもこのギブリの場合だってその快適装備ももうこの後期になってめちゃめちゃ進化して、ブラインドもついてて ACC もそのついててで、レーンキープとかもついてるわけじゃないですか。そういった意味で機能的なのも全然見劣りしないなっていう。シフトチェンジせっかくなんでやってもらって、やっぱりスポーツに戻します。いや、いいっすよ。レバンテと、ありますよ、スーパーカーの乗ってる感覚。だからその乗り味もそうですけど、ソフトすぎて何ですかね、両方また味わえるシリーズ、そうですね、ですよね。ただ若干こう前期より癖はなくなってる気がします。あ、でもどのメーカーもあれですよね、そんな感じません。ああ、確かに、うん、ちょっとそのちょっと独特なちょっと癖を楽しみたいんだったら前期とか、うんうん、そう、まあ確かになればなるほど、はい、まあいい意味でも悪い意味でもソフトになりますよね。なってきますからね。いや、でもめちゃめちゃ乗りやすいです。乗りやすいです、はい、うん、あえて言うなら何ですか。あえて言うの、レバンって あえて文句を言うなら。僕でも結構受け入れられる派なんですよ、うん、こうこうなってんですよっていうのあるんですけど、うんうん、なんすかね、あえて言うの、あえて言うのは難しいですね、うん、あえて言うのはありますよ。なんすか、あえて言うなら、ちょっとクワトロポルテともうちょっと衣装を変えてほしかった。ああ、はい。じゃあ私のあえて言うならいいですか。テレビが解説された。ああ、そうですね。テレビは、まあ。もうテレビっ子じゃないんで別にいいんですけど。わ、はい、かりますよ、わかります。すごくわかります。うんうん、そっか。Apple CarPlay で YouTube 見れますけど、はい、他の見れましたっけ、見れないのありますよね。CarPlay YouTube 見れないんじゃないですか。あ、見れないですか。見れたっけ。確かに小島さんに言う通りエンターテインメント系は弱いっすね。エンターテインメント系は、うん、まあでもね、運転を楽しむんで、さっきの話じゃないですけど、お前なんだそれ、さっきと言ってること違うじゃねえかって話じゃないですけどね、運転楽しむよって。でもその助手席の方とか、そうそうそう、はい、やっぱり運転してない時間もあるわけじゃないですか、車乗ってると、はい、ね、それはわかります。でもそれ市場じゃわかんないっすね、なかなか、うん、これテレビついてない、それ所有しないとこうなかなか気づかなかったりとか、そうとにかくテレビの映りが悪いんですよね。映りが悪い、それはでも輸入車全般そうじゃないですか。いやいや、待って、テレビあるかな。テレビ自体がもうそもそもないないっすね。あ、メディア、メディアあったあったあった、あ、ワンセグ、うん、もうだからもうここはね、輸入車全般テレビ映り悪いっすよ。
電波はね、うん、悪いですよね。だってもう後付けのテレビとかだともう全然ちらつきもしないのに、もうなんか埼玉市ぐらいでなんかもうバンバンワンセグになっちゃいますみたいな、うんうん、テレビ埼玉しか見えないみたいなね。そうあるっすけど、確かに、まあそこはでもまあ最終的にボンドグループで改善できる、まあまあそうですね、いいところなんで。ちょっとね、画面見えないですけどね、これですからね。確かに、ほら、確かにちょっとこれはまあ僕そんなにテレビ見る派じゃないんであれなんですけど、はい、確かに。でも人が乗る、家族が乗ること考えると、うん、ちょっとその辺のエンターテインメント系も重要です、うんうん、あとはもう文句ないですね。まあそうですね、うん、あとはまあ前って言っていいですか、マフラー音がスポーツだったらもうちょっと伸びた時にスポーツに感じてもらえる。そこもどうにかできるんですよ。あ、できる、はい、できる、できます、多分できます、うん、それボンドグループですから、はいはい、その辺のどうだったのそれ。いや、社外のマフラーとか。あ、社外のマフラー、あ、そういう感じね、はい、もしくはバルブをこう任意で開け閉めすること。任意開け閉め、さっきでもスポーツ開いてるんですかね。開いてるんじゃないの。開いてますよ、うん、このアイドリングの音を走った時でもちょっとスポーツ的にしてもらいたい。それはじゃあ社外のマフラーで。社外のマフラーですね。確かにちょっとこう走り出すと静かになってますよね。静かになっちゃうでしょ。アイドリングの方がうるさいですよね、うん、だって今まで前期だったとかレバンテもそうですけど、うん、アイドリングドライブ入れて踏んだ時って全然やっぱり音、はいはいはい、あれじゃないですか、はい、走り出さないとうるさい、うんうん、でも総括したらやっぱり新車よりもかなり値段が落ちてて、はい、お買い得にもなってるし、ね、はい、まあ乗り心地はご家族も20丸確かに、はい、でスポーツも味わえる、プラスアルファはボンドでご相談ください。そうですね、いう感じのおまとめでいかがでしょうか。最高です。いや、パドルいいっすよ。そうですね、ちょっとパドルのこの質感と、うん、ちょっと音走りが合ってないっすね、うん、このカチッっていうのだったら、うん、もうちょっと欲しい、ね、もうちょっと欲しいっすね、うん、いや、それがレバンテみたいな形なんですよ、うんうん、SUV だったら、うん、まあ、この車だからまあしょうがないよねって割り切れるんですけど、これだけこうスポーティーな形して、うん、スポーティーさをこう演出してんのに、うん、ちょっと物足りないっすね、うん、確かに。まあ贅沢な悩みですね間違いないです、はい、いや、でもいい車いいっすよ、はい、ありがとうございました。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりマセラティギブリ S グランスポーツをご紹介させていただきました。そしてボンドグループではただいま買取強化中でございます。 LINE だったりだとか、そうですね、はいはい、もちろんお電話なんかでも、はいはい、対応できますので、はい、ぜひお問い合わせください。はい、お待ちしております。そして動画の方、はい、リクエストもお待ちしておりますので、まず在庫車両、これが見たいとか、はい、ありましたらお気軽にコメント欄までコメントください。でボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。